はい、どうもコミです。さて本日は関西グラクラクラブからお届けしてまいります。ですね、今日は GWC のアタックから見ていきたいというふうに思うんですけども、今回は勝つことができました。庭にはめっちゃニワトリがいるさん、ありがとうございました。ですね、その中でどちらかというとニワトリさん側のアタックがね、ちょっと僕はすげえなと思って、今日合計4本見てもらいたいんですけども、テーマはライトニングの付け方ですね。ドラゴン使う時ので、これ皆さんならどう攻めますかね。結構花火やりたくなる方多いと思うんですよ。で、まあ、ドカーンってここに花火をね、クランジョンの真上に打ち上げて、で投石から何アチャクイからタンホールからマルチからもうバリバリ折ってっちゃえへへっていう風に思うじゃないですか。だけどノブさん、ここの取り方をよくご存知ですね。あのライトニングをどこに使うかっていうと、こんな感じで使うんですね。対空砲2本丸折り、あれには参りましたね。みんなでああそう来るみたいな。まあ確かによくレジェンドで見るね、この配置ではあるので、あの見慣れてるっていうのはあると思うんですよ。だけどその後ですよ、しっかりとこれね、対空砲ないところの火力低いゾーン、アーチャー、等があるところをドラゴンライダーでこう処理していきますという感じですね。でさらに上側に関してはスケルトンでターゲットを取りながらのロイヤルチャンピオン、さらにはドラゴンライダーで外周回していって、ロイヤルチャンピオンこれホーミングシールドを使ってドーンとここまで対空砲さらに2本折る。ここまでやられたらあと何が残ってんのよっていうね。でインドラドラゴンライダーっていう戦術も、まあ、基本的にはスケルトンの呪文を使ってなんていうかな、ダメージを散らしながら、まあ、行くわけだと思うんですけども、これも序盤呪文全く使う必要ないですよね、こうなってきちゃうと。で、さらに、時間も結構ね厳しいんですよ。ライトニング使ってからドラゴンライダー、さらには、ロイちゃん使って、あのだいぶ上方面をがっつり削っていったんで時間も厳しいんですけども、インドラドラゴンライダーって結構時間の面でもご存知の通り、あのスーピード感のある編成なので前進速度速いんですよね。でこれによってボッコボコにやられましただから何が言いたいかというと、やっぱドラゴン系の戦術をするときに、あの確定でやっぱ呪文はもうドラゴンにレイジとかで、対空砲1本ね折るのにライトニング使って、でその周辺をライドラとかいうこと考えちゃうんですけども、今回のこの対戦ですごく光ったのは、こういう、ライトニングの打ち所ですよね。で、打った時に何があと残んのかってところを、あの、盤面上でイメージするっていうところがめっちゃ光ったなっていうね、気がしています。で、これだけじゃないんですね。あの、今回のやっぱ攻めって皆さん工夫して攻めてるので、だいぶ、その、なんていうのかな、攻めの工夫が随所に見られるというか、ライトニングの付け方とかその後の展開に対するあの発想がすごく面白いんで、ぜひね最後まで見ていってほしいなと思うんですけども、これ結構ね際どかったっちゃ際どかったですね。これ陸のクロスボウが最後、これグランドウォーデンが折ってくれ、違うアーチャークイーンが殴れるのかな、いやグランドウォーデンか、うん、こんな感じ、アチャ島をグランドウォーデン殴りの、このクロスボウに関してはこれをグランドウォーデンが殴ると、結構際どかったんですよね。まあ、それでもここまで守れちゃうのがこの火力密集配信嫌なところで、で、いっそのことね、タウンホール周りに、ライドラー、あと、なんだっけ、バルーンクローンで、まあ、スパンドバですね、ボーンってかますっていう手もあると思うんですけども、まあ、トルネードでそっちもやっぱね、ワンチャン絡め取られちゃう可能性もあるし、っていうことで言うと、余裕のある攻め方ができてますねっていう話ではなくて、もう序盤のそのライトニングの発想、これがめちゃくちゃ、すごいなっていう風に思ったというところですね。で、よく皆さんが使うライトニングってこんな風になってると思うんですよね。大三家さんのこのやり返しですね、これは。反撃のアタックなんですけども、ライトニングの呪文っていうのをエアスイーパーに当てて、で、そこから、こんな感じですね。ライドラ展開していって、まあ、今回この対空砲をね、三家さん壊さずに行きましたけども、この対空砲壊って人もいると思います。このね、アチャ島を巻き込んで対空砲を壊していくみたいな感じですね。パターンもあると思うんですけども、今回はミケさん壊さずに、
エアスイーパーだけを壊して、そこからドラゴンライダー、さらに後ろから突撃艦を当てて、お得意のね、花火戦術ですね、をかましていきました。これどうだったんだろうな、この耐久砲結構時間かかるから、いっそのことライトニングで落ちちゃってもよかったのかもしれないけど、タウンホールを確実におそらく壊すためにこんな感じでクローン2発の方を選んだのかな。奥側のね、投石があると結構この花火ってそこまでスパカゴンが届かないんですよね。こう届くんだけども、行こうと思うとポイズに絡め取られちゃうっていうことが結構あって、この新軍インフェルノまでワンチャンおるためにスパカゴン増やしたのかな。ちょっとそこのすいません、意図に関しては右下に聞かないと分かんないんですけど、ただいずれにしてもこんな風にね、安いだけを壊す、ないしは外から耐久砲を壊しても、何も考えずにライドラで、カットしていくっていうパターン。これよく見ると思います。これもね、結構強いんですよ。パターンとして組むんであれば、さっきの、ミケさんが攻められた、攻められ方ではなくて、まあ、こんな風に耐久砲だけを壊してからの、クローン2枚の花火だったり、さらには、エアスイーパーかに、壊してからの花火だったり、エアスイーパープラス耐久砲、合計ライトニング5本使って、なんだ、序盤の耐久火力を削っていくっていう方法っていうのは、もう、やっぱり刺さる陣が多い、配置が多いので、鉄板の、テンプレ的な攻め方にはなってると思うんですけども、やっぱりガチで攻めようと思うと、やっぱ工夫できるポイントって結構まだまだあるなっていうところですね。この工夫を、見てもらえたらなというふうに思っていて、あともう2本見てもらおうと思います。もう1本はね、僕が取ったアタックですね。これかな、ヤタさんを攻めた。これはよく考えましたね。どうやったらいけっかなと思ってすんごい考えました。考えた結果がこれなんですけども、この耐久砲をライトニングで撃っていきます。でこれができたのはね、このエアスッパーがそんなに、タウンホール周り効かなかったからですね。でさらに初見でこのエアスイーパーの周りに、なんだっけあれ、トルネードトラップかながないことが分かってたので、ライトニングで、大工の小屋プラス耐空砲を、3本使って折って、でこのバルーンですね、これでしっかりとこの辺の大砲、あとはアチャ島を折っていきます。これがやっぱフレンド対戦でできる攻めですよね。このバルーンをクーッとロケットバルーンを使って、さらにウォールブレーカーも使ってみたいなね、美味しい、まあ、自由なね、スーパーユニットの発想ができるという感じですね。で当然この、イーグル砲は、クロスボウ食らっちゃうの分かってたんで、ここの後ですね、ドラゴンライダーを1匹ここに当てるようにこう投げてきますね、このドラゴンライダーで。ここまで削りができちゃうと序盤のね、削りがだいぶいい感じに決まっているので、もうそれで結構勝負ありなんですよね。ドラゴンたちが中央部分に集まってくることはもう目に見えてるというか、わかるじゃないですか。リーグル砲も序盤にしっかりと壊していけるという感じですね。ドラゴンライダーがもう、寄り見せずにアタックできる上に、上方面に行ったドラゴンライダーね、とかドラゴンが、こいつら全然耐久砲がないからダメージ食らわないですね、こいつらが。生き生きするんですよ。で、こっちのドラゴンたちが生き生きしてるので、やっぱそこが長生きして火力持ってくれると、下側方面にこう流れていたドラゴンたちっていうのも、こいつの、上から来るユニットの押し上げ効果っていうのかな、によって、火力が分散され、防衛が壊され、長生きするということで、もう全部がこう長生きしていってくれるっていう形になるわけですね。このやっぱ1区画の処理ですよね。このね、別に、ここのね、ロケットバルーンはあんま気にしなくてもいいと思うんですよ。ここの処理の仕方っていうのが多分すごくキーで、ここに出したドラゴン2体と、ライダーかける1体かな。こいつらが最後までこう生き残ってくれているっていうね。そこの部分が、まあ、今回の攻め方をしたことによる大きな、メリットだったんじゃないかなっていうふうに思います。アドバンテージ大きかったですね、順次側の。こんな感じで、やっていけたらいいし、あとは僕が攻められたね、ピッコロさんのアタックですね。これはね、やられたっていう感じでした。マジでこれうまかったかな。この部分やっぱりマルチインフェルノ角の処理がうまいんですよ。バルーン1体使って迫撃砲を壊していきます。でロケットバルーン使って対空砲を壊すんですね。ここまでで8に16プラス5だから21枠を使って、ライトニングドラゴンが無双できる環境を作るんですね。こんな感じでこのライドラはもうダメだ、やられたって思いましたね。でこいつがこう上に行って来るタイミングでさらに追い打ちの、ドラゴンライダープラスロケットバルーンでマルチインフェルノを壊して、でライドラ延命させるんですね。さらにロケットバルーンと、なんだこのドラゴンライダー、こちらの
アシャ島とウィス島も壊していって、十二時方面もきっちり削られちゃうんですね、こんな感じで。この削り結構でかいですよね。まあ、ライトニングドラゴン使った部分っていうのは、正直ドラゴンでも良かったかもしんないけど、どうかな、まあ、チェーンが入ってこの辺のボムタワーとかね、この辺結構壊すことができてたんで、ここですね。これは多分ライドラの仕事かな。こうすることによって、スムーズにドラゴンライダーと、あとドラゴンが、イーグル砲と、マルチインフェルノの方にこう向かっていくという感じですね。これができちゃってくれたおかげで、だいぶこの後もう何もないっていう感じ。この密集ですよね。この密集ができている要素っていうのが、この、3ギガをしっかりと、カットができたことによる、まあ、恩恵ですね。やられましたね。もう綺麗にみんなユニットが12時に向かってくれちゃったんで、ここにロイちゃん裏から刺されたらもうどうしようもないよな、これは。で、アチャクイもなんならね、ユニコーンがついた状態で生き残ってくれちゃってますのでね、参りました。結構ここもね、テスラ森があって重たいはずだったんだけど、ユニットの数が多すぎてもうそのまま一気に押し切られちゃいましたね。結構応援したんですけどね、頑張れ頑張れと思って。テスラ頑張れ、爆弾もあるぞって思ったんだけども、全部ロイちゃんに折り切られて、アチャクイに締められるって感じですね。悔しかった。うまかったですね。やっぱりその、序盤どういう風に、低コストでアドバンテージを取るかっていうのは、まあ、ものすごく大事で、で、それが、聞くとですね、まあ、今回のアタックみたいに、かなりですね、なんていうかな、綺麗にユニットが流れていくという感じが作れるっていうところですね。まあやっぱりでも1本目のミケさんを攻めてくださったあのアタックはやばかったですね。ライトニングの呪文とロイちゃんだけであそこまで上削れちゃうのかみたいなね、ところがありましたけども、このアタックですね、これ。ノブさんのこれね、だいぶあったけども、まあまあ、そういう風なね、ところで、ライトニングと、あとエアスイーパーをまとめて、折ることができるとか、いう部分があれば、それはそれで美味しいし、あとなんならこうね、ライトニング3発で、対空砲2本、折れちゃう配置なんかだと、もうそれは打つ価値ありですよね。そこに打って、対空火力を下げてから、ドラゴンライダーを無双させる。まあ、っていう発想。だから、さっきの、僕を攻めてたアタックっていうのも、序盤ですね、ロケバルで対空砲削ってからドラゴンライダーっていう発想は同じですよね、そういう意味では。僕が攻めたのもそうでしたよね、ライトニングで削ってからドラゴンライダーっていう発想、奥側にライトニングを打って手前側をドラゴンライダーで削るみたいな、そういうね、組み合わせっていうのが、まあ、かなり、レジェンドだとなかなかそこを見出すのは30秒の試行時間じゃ難しいと思うんですけども、クラン対戦、あと対戦リーグとかですね、いうところでやっていくと結構事故率も低いので、もうおすすめの、発想なのかなというところでですね、本日は、ライトニングの打つコツですね、うまい言葉を言おうと思ったけど浮かばなかったんですけどもライトニングの打ち方ですねに関してこうヒントになる部分っていうのをお伝えしたいというところでね、アタック4本紹介させてもらいました。はい、というところでですね、本日の動画を終わりにしたいというふうに思いますが、私のチャンネルタウンホール12から14までこんな形でクラン対戦の解説の動画を扱っております。で、こんなようなですね、ちょっとしたヒントみたいなところっていうのを中心にお伝えしていくというような、配信を心がけておりますので、今回の動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また、これからもですね、ぜひ、ご視聴いただけたら嬉しいなというふうに思います。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。